某兄台から眺めたラウス市街ラウス町は北海道根室振興局にある町。町名の由来はアイヌ語のラウ氏が転化したもの。この地一帯はアイヌの資料地であった。知湖半島をシャ里町と二分しており、根室海峡を挟んで北方領土の国後島と対峙している。海岸線から標高差が大きいため平地が少なく、 川沿いに広がる平地と海岸沿いの平地に集落を形成している。ラウスの海岸線は何カ所かの難所があるものの、徒歩により、知床岬へ到達することが可能となっている。知床半島の気候は両線を境として、斜里川とラウス側で大きく異なっており、斜里川は夏は暑く冬は寒さが厳しいが、ラウス側は夏は涼しく冬の寒さも斜里川ほどではないが、 気候が不安定で強風が吹き降水量が多いのが特徴となっている。2015年2月に発達した低気圧が停滞した影響により豪雪に見舞われ観測史上最多の積雪179センチメートルを記録した。ラウス町では冬期間で町外に唯一接続している国道335号が3日間にわたって普通となり、 除雪作業などのため北海道から自衛隊の災害派遣要請など大きな影響が出た。2015年国勢調査によれば以下の集落は調査時点で人口例人の消滅集落となっている。役場町長、平成の大合併によりラウス町も隣接する、標別町、中標別町、別海町との合併を模索するも標別町と別海町が離脱し、 中標津町との飛び地合併と、市政志向を検討した。新市名を募集したところ、知床や知床の名がつく名前が上位を占め、新知床市、東知床市、南知床市の中から最終的に、東知床市を選び、新市役所を中標津町役場とすることも合意していた。こうした動きに、知床を共有している斜里町は新市名に、 知床を入れることに意義を申し立てて、騒動となったが、当時の斜里町長による自治体名にこだわらず、知床を守ることを全国にアピールすることが大切、という提案により斜里町の臨時議会で、知床を守り育てる町宣言を全会一致で可決し、知床市問題の決着を図った。結局、中標津町の住民投票により合併に対する、 反対票が半数を超えたため両長による協議会は解散することになり合併は実現しなかった。国の機関公益財団法人警察消防医療校と学校中学校小学校幼稚園ラウス町は知床の海を基盤とする漁業の町で就業人口を見ると漁業の割合が突出して高く、就業者の6割以上が水産関連の仕事に就いている。 吉は秋酒、イカ、スケソ、昆布、ホッケが中心。農業は、市別町に近い峰浜地区で、落農業が営まれ、工業は水産化工業が中心となっており、商業は、ラウス町市街地を中心に行われている。観光は、日帰り通過型の観光形態が多く、宿泊者は、例年の観光客総数の1割から2割程度で、ある。 ラウス町の海では海洋深層水の優勝があり、1999年に北海道内発の陸上取水型施設を設置している。2007年からラウス漁港に完成した知床ラウス深層水給水施設で本格取水を実施しているほか、北海道内外における研究機関、企業との共同研究によって海洋深層水の可能性を探っている。 組合金融機関郵便局宅配便国道334号起点道の駅、れとこ、ラウス町内を鉄道路線は走っていない。最寄り駅は JR 北海道線も本線のれとこ車利駅。路線バス、れとこ半島線端部国指定道指定庁、指定温泉キャンプ場映画舞台ドラマ小説家、出身人物行政自然産業観光。ありがとうございます。